んにちは、はるはるキッチンです。プロの料理人の夫にうまいと言わせたレシピ、今日は焼きうどんを作っていこうと思います。シーチキンの旨味とバターの風味がとってもよく合う焼きうどんです。では材料はこちら。概要欄にも載せているのでよかったら見てください。ではまず最初にうどんをチンします。うどんの袋の裏側にも書いてあるんですが、袋の片側を開けてそのまま 500W に設定したレンジで30秒温めてください。これをやるだけで茹でなくっていいので、とっても時短だし楽になるのでおすすめです。ではうどんをチンしている間に玉ねぎとえのきを切っていきたいと思います。ではまず玉ねぎをくし切りしていきます。次にえのきのこの石突きのところを切っていきます。で大体でいいんで裂いていきますね。こんな感じで、はい、ではこんな感じで切れました。ではこちらを入れて調理していきたいと思います。では火をつけます。火は中火ぐらいで大丈夫です。油を入れます。小さじ1ぐらいですかね、少なめで大丈夫です。では次にニンニクのチューブを入れます。だいたい2センチぐらい、これがあると楽ですよね。では味見していきます。美味しいです。では胡椒を少々入れます。では最後にバターを入れていきます。バターなじませていきますね。ではバターが全部溶けたので完成です。じゃん。では仕上げに卵黄とネギをかけていきたいと思います。ちょっとつまみ食いしちゃいたいと思います。じゃあ卵から割っていきます。おお、美味しそう。と絡めて食べていきます。はるはるキッチンをご視聴いただきありがとうございました。またねー。